フロインフォッサルは、アイスランドの西部に位置する滝である。フラウンフォッサル、フロイン滝とも表記される。フロインフォッサルは、アイスランド語で、溶岩の滝という意味を持つ言葉である。陶器滝は、西アイスランド地方にあるハトルムンダルフロインと呼ばれる、溶岩台地にある。ラウング氷河の下の火山の噴火によって流れ出た、溶岩が、その氷河を源流とするクビータウンの川岸を追って、おり、 ハトルムンダルフロインに染み込んだ水が溶岩の隙間から流出し、そのままその川に流れ込んでいる。バルナホスコのような光景は、首板を川沿いのおよそ1トルにわたる範囲で見られる。フロインホッサルは、これらの小さな滝の連なりを言う。滝の周囲には、カバノキの他に、ブルーベリーに近い種であるクロマメノキなどの植物が生育している。フロインホッサルから、 東へ徒歩でおよそ3分ほど行ったところには、子供たちの滝という意味を持つ滝、バルナホスがある。フロインフォッサルとバルナホスの2つの滝及びそれらの周辺の地域は、その美しさから1987年に天然記念物に選定されている。フロインフォッサルは、レイクホルトからは、東へおよそ2 6キロメートル、フッサフェルからは、 西へおよそ6 4トルほど行ったところにある。ありがとうございます。